冒険が来ました。ギボンインターナショナルライダー、全試合全力を出し切って優勝しますと力強いコメントを残してくれております。ビブナンバー7番、田中テルト選手。対しますはこちらは長野県からやってきたギボンインターナショナルプロアスリート、オブセストラックライブ、ビブナンバー4番、木下春樹選手。それでは行ってみましょう。歴史に名を刻むのはどっちだ。決勝戦スタートでーす。さあまず先行はテルト選手ですね。田中選手が、さあここは集中していきましょう。さあ大きく前にアトミック、そして高さ上げてくる、高さ上げて、おっと、いきなりブロックバーナーから、イエー、そんなフィートですか、イエー、早速大技から入ってきました。さあそして対します木下春樹選手、木下選手も負けぞたずグラブでかい、イエー、スイッチ T も、いや、途中のスタイルが目立ってくる。さあそしてバックリップ、そしてフロントフィードを狙ってきました。さあトリック一個一個決まったら拍手、そして声援を送っていきましょう。皆さん一丸となって選手を盛り上げていきましょう、盛り立てていきましょう。さあ来い、田中テルト選手が1分43秒残して入ってきました。さあ、おっと、着地が膝ですね。バックリップで、そして連発しております。おー、バックします、イエー。さあ、2候補宙返りまで続けてきました、田中テルト選手。さあ、そして一歩も引かないこの選手。さあ木下選手は高さを上げてくる、イエー、バックリップ、そしてフロントフェアレスですね、アラビア、イエー、おっと、セブンツーすか。さあ最後に繰り出したら2回転セブントゥエンティ、720度2回転回してきました。さあまるであの5センチ幅のラインを、あ、ちょっとそんな動きしてますが、皆さんの声援で熱く盛り立ててください。さあトランポリンのように使って跳ね上がってきます、両選手、おっと、半ひねり入れてきました、おっと、さらに、イエーイ、フリップトリックつ、さあスピントリックつなげてきます、イエーイ。さあもうフリップトリックにひねりを、あ、イラの出ましたか、フラッシュリップのタイミングを入れましたか、イラの。さあそして再び木下選手、あ、バックからの、お、バックします、イエーイ、ファンタスティック、フロントへ、フロントフィート、イエーイ、素晴らしい複合技。さあ両選手1分少々の時間を残しております。ここまで、さあ片時も目が離せませんよ。さあ行きましょう、田中テルト選手は何を狙ってくるか、イエー、フリーフォールから、さあブレンダー、そしてセブンツーか、セブントゥエンティー狙ったか、いいですね、いい動きだ、キレキレですよ、冷えてません、冷えてません、彼らのマインド、心は燃え続けている。さあ皆さんの声援でさらに燃やしていきましょう。木下春樹選手が高い、高いぞ、ダブルフロント、どうですか、ダブルフロント、これが世界を制したダブルフロント。さあさあ、なんとこの2人は去年ドイツではチームで戦い、そして世界相手に優勝した2人です。さあ田中テルト選手、そして木下春樹選手、間違いなく世界レベルの2人。さあテルト選手ダブルバック決めた、完璧に決めた、
どうですかお客さん、ダブルバックいきました、田中輝人選手。田中選手は49秒の時間を残して、こちら木下晴輝選手にライン譲っております。さあ木下選手も50秒以上時間を残しております。まだまだ大技狙って、おっとひねりを得たフリップ、後方宙返りの間に推進して入れましたか、エンジェルですか、エンジェルフリップ入れてきましたか。木下晴輝選手、そして田中選手へとラインを譲ります。さあ47秒、さあ宙返り続いてくるエンジェル、イエーイ、あ、なんか首を振ってますけども、すごいじゃないですか、だっけ、え、何が違うんだ、すごいぞ田中輝人、すごい、あ、パーフェクトメイクをしたいんですね、おそらく。さあ皆さん声を送ってください、パーフェクトメイク目指させてあげましょう。さあそして木下晴輝が高さを上げて何か狙ってくるぞ。さあバックリップダブルフロント、決まった、これは決めました、ダブルフロント。あ、まだ狙ってくる、まだ狙っている、ひねりを入れ、あ、やばえ、エンジェルフィートですか、エンジェルフィートですよね、素晴らしい、後方宙返りの間に360一回転ひねりを入れて、さらに両足で立とうという恐ろしいトリック、エンジェルフリップフィートですか。さあそしてさあ選手は交代して入ってきます。こちらも世界レベル狙ってきますよ、田中輝人選手。おい、いきなり、嘘でしょ、え、マジっすか、え、これあり得るトリックなんですか、本当にすごい、え、走り飛び乗る、え、フリップで乗るってことですか、すごい。さあさあますます激しく燃え上げていきましょう、点を送ってください、田中輝人選手の。さあ残り時間が37秒、高い、いえ、候補違い、そしてフロントダブルフロント、決まった、決まりました、いえ、ここでおよそ30秒の時間を残してラインを譲ります。さあ田中選手からラインを譲り受けた木下選手、25秒残っております。さあ木下選手、いえ、さあフリップスパイラル、そしてアセンション乗ってきました。13秒を残して木下晴輝選手は、さあ選手上がってきてます、オーディエンスも上げていきましょう。さあ残り時間が28秒、田中輝人選手、さあ何を、あ、ひねりを入れた、よ、しかも着地は背中、そしてスパイラル、イエーイ、これはすごい、リフィックのランディングが背中ですか、バーナーですか、イエーイ。さあそしてミラクルトリックが連発しております、木下選手はダブルフロント、決めた、そっから間髪でバック、そしてフロントフェアレスからのバック、そしてフロント、イエーイ、タイムフィート、やばい、やばい、最後はビートで決めましたよ。ここで時間を使い切りました、木下晴輝選手、ミラクルな男、ありがとう。さあそして田中選手、今メラメラと燃えてきてますよ、オーディエンス、あれを最後まで、さあ残り時間が10秒少々、高さ上がっている、ダブルフロント、じゃあダブルフロントピアレス、ダブルピアレスですね、着地がお腹になるダブルピアレス、前方2回転宙返りからのお腹着地ダブルピアレス。さあ皆さん泣いてもらっても、これが最後です、このトリックが最後になるんじゃないでしょうか。さあ田中選手を最後まで盛り立ててください、ゴー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 、サーブバーが鳴ったぞ、田中選手のファイナルトリックは、さあ狙ってくる、ダブルバック、
田中テルト、ありがとう。以上をもちまして男子決勝戦が終了となりました。この結果は表彰式までお待ちください。